アインシュッペナーメランジカフェビエノワ・ウィンナーコーヒーは、オーストリアのウィーン発祥とされる、コーヒーの飲み方の一つ。ウィンナとは、ウィーン風のを意味する。ウィンナー・コーヒーと表記されることもある。あえて、ドイツ語を表記すれば、ウィーン・コウとなり、口述のように用例もあるが、ドイツ語では、文字通り、ウィーン風コーヒーという意味でしかなく、特定の飲み方を具体的に示す言葉ではない。 日本ではコーヒーの上にホイップクリームを浮かべたものを一般的にウィンナーコーヒーと称するがこの名称の由来となったウィーンにはウィンナーコーヒーないしウィーナーカフェという名称のコーヒーは存在しない日本のウィンナーコーヒーに近いものとしてアインシュペナーやカフェミットシュラークオーバースなどがあるアインシュペナーはコーヒーにほぼ同量の生クリームが乗っていてカップではなく グラスに注がれている。アインシュッペナーとは一等立ての馬車を意味し、かつて馬車の御車が暖を取るために飲んでいたことから名付けられた。カフェミットシュラークオーバースはコーヒーカップとは別の器に砂糖をかけたホイップクリームが添えられている。ウィーンの人々が日常的に多く飲んでいるのはエスプレッソと温かいミルクを加えた上にミルクの泡を乗せたメランジェ、フランス語で マゼルのイという種類で、カプチーノとほぼ同じものである。またメランジェのミルクの泡の代わりにホイップクリームを乗せた、フランチスカーナーと呼ばれるものもある。これは、フランシスコ海修道士という意味で、その装服の色が似ているからという説があり、カプチーノの名の由来とも共通する。オーストリアは地方によってもコーヒーの呼び名が違い、また、コーヒーや入れるミルクの状態などによっても名前が、 変化する例えば、フェアレンゲルターと呼ばれるミルク入りのコーヒーや、さらに温かいミルクを若干多めに入れたミルフィカフェなどがある。アメリカ、イギリス、フランスなどでは、エスプレッソにホイップクリームを乗せたエスプレッソコンパンナを、同じくウィーン風コーヒーという意味であるカフェビエンヌ、またはカフェビエノワと呼ぶことがある。トーマス・マンが1947年に発表した小説 ファウストゥス博士の執筆の過程を記した自伝的作品、ファウストゥス博士の成立の第六章で、マンと同様に、アメリカに亡命していたアルノルト・シェーンベルクタクで、ウィーンコウを飲んだことが記されている。ズンアベンデッセンバイ・シュンバーグス・インブレントウッド、ボーティサグリッカー・ウィーンコウ。ただし、このウィーンコウがどんなコーヒーであるかは、作中では説明されていない。ありがとうございます。